battle's about to start. Good luck!
あなたのおかげで少し落ち着きました。皆さんに心配ばかりかけてしまってすみません。16号にもこれ以上心配かけないように私がしっかりしないと。こんな調子じゃ16号を復元した意味がなくなってしまいますから。実はまだ人造人間になる前、私には息子がいたそうなんです。そしてその息子をモデルに作られたのが人造人間16号。それが分かった時、どうしても会いたくてそばにいたくなってしまって、それで復元してからお願いしたんです。私の家族になってって。だから家族として一緒にいられるよう私も頑張らないといけないんです。Are you ready? Hot! 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 H
らっときな。くらっときな。ゴー。いくよ。やっ。くらっときな。はっ。さあ、くらっときな。くらっときな。し。くらっときな。いくよ。やっ。はっ。行くよ、サンクラッキナー。
The outcome of this fight is anybody's guess!精神世界でお話しすると、少しだけ発作が起こりにくくなる気がします。病は気からって言いますし、気持ち次第で今よりうまく発作を抑えられるのかも。で、私は別に病気じゃないんですけどね。人間はこういう衝動に負けそうな時どうやって乗り越えるものなんでしょう。 やっぱり気持ちが大切なんですね。私も一応元人間、気合の効果はあるかもしれません。私も頑張って気合出します。食欲なんかに負けない自分になります。だから私のことを応援してくださいね。 Ready? Fire!
行くよ。この代筆は仕方がないと諦めてはいますが、だから疑問がないとは言えません。私を作った研究者が生きていたら、直接会って尋ねることもできたんですけどね。もちろん私の存在意義に関わりますから、私はメカタイプの16号や
人間を改造した17号さんたちとも違います。新しいモデルの人造人間を作った特別な理由があるかもしれません。亡くなった後もスーパーコンピューターが私を作り続けていたみたいですし、この食欲をコントロールできるようになったらきちんと理由を調べてみたいです。
よサンクラッときな行くよサンクラッときなラウンドサンハーハッチハーハッヤーハーハー行くよゴーヤーハー行くよダンサーやるね行くよサンハーだからいい加減にしな行くよやっくらっときな黙っとけよサンハだいぶ18号の実力を引き出せるようになったじゃないか。そうだね、完璧とは言えないけど、だいぶ戦いにも慣れてきたみたいだ。お前たちのリンクリスは確実に上昇してきているようだな。ようや
やく見つけたぞ。セル。おお、全員揃っているとはな。お前たちもその女に操られているのか。操られている？何の話だ。私にも協力者がいてね、彼らから情報をもらっていたんだ。そしてようやく分かったのさ。全てはそこにいる21号の差し金だと。ごめんなさい、多分私がやったんだと思います。なんだって。全ては21号が今の状態になる前、衝動に支配されていた頃にしたことだ。だがその頃の記憶を今の21号は持っていない。セルたちを蘇らせた目的も方法も分かりません。でも人工精神を作り、リンクシステムを使った形跡は残っていました。そんなことって。え、面白い冗談を言うな。これだけのことをして覚えていないとは。だが今の私はそんなジョークに付き合う気分じゃなくてね。どうしても思い出せないというのなら、力ずくで思い出させてやろう。見るがいい。これほどの力が出せるなんて。リンクしているのは人工精神。ここまで力を引き出すことはできないはずだ。おお、私の中に入ってきたあの精神のことか。あれなら抑え込んだんで、私の言いなりになるよう掌握した。何？そんなことが。まさかそれでリンク率が上昇して。仕組みなど興味がないな。私はこうして本来の力を取り戻した。必要な事実はそれだけだ。化け物め。お前はその化け物に再び消されるのだ。21号の道連れになってな。ダメだ21号、戦ってしまっては。お前は食欲を抑えきれなくなってしまう。ここはひとまず逃げてくれ。そうはいかないわ16号。約束したでしょ、そばにいるって。それが貴様の真の姿か。面白い。食欲で暴走することは確かに怖い。でもそれ以上に私は大切な人たちが傷つくのを見たくない。いいだろう、最強の人造人間は私だということを思い知らせてやる。
くそー、この私がこんな奴ら。まったく、俺たち全員で戦ってもこのざまかよ。我慢できない。ダメだ、21号。クソ、止めなきゃならないのに体が言うことを聞かない。頼む、21号にリンクして止めてくれ。分かった、頼んだよ。21号を止めてくるんだ。弾き返されたらしい。な、今度はリンクもダメだってのかよ。本当に愛した。何をするのよ、16号。俺は約束を果たす。うるさい、うるさい。私の邪魔をするな。これまでか。16号、21号の心を守ってやってくれ。16号。何をしているんだ、16号はお前のために。16号。そんな16号、こんなことって。いやー、くっ、何なってんだ。すがすがしい気分。あなたはとぼけるんじゃないわよ。これまで散々私を押さえつけてきたじゃない。まさか。そう、私はあんた、ちょっぴり食いしん坊なもう一人の自分。でもあんたに邪魔されるのもおしまい。私の食欲は誰にも止められないわ。そんなこと私が許さない。バカね、何も分かっていないんだから。残念でした、あんたのパワーはほとんど私のものになったの。こんな風にね。21号。さーて、楽しい楽しいおやつタイムの始まりよ。嘘だろ。
見てみなさい、この力。これが捕食の力。食べるだけでここまで桁違いの強さになるのか。強さじゃない。そんなもののために16号が死んでしまったのに。私はあなたを許さない。絶対に。何を言ってるの。あれは私とあんたが一つだった頃の話でしょ。それにもともと悪いのは16号よ。私の邪魔をするからああなるんだわ。これっぽっちの力しか出せないの。予想以上に弱っちくて私がっかりしちゃった。そんな。悪いけどこんなお遊びに付き合ってるほど暇じゃないのよね。まずはあんたが私を邪魔できないようにしないと。そういうわけだからまたね。私のせいです。16号のこともあいつが生まれたことも全て私が弱かったから。悔しい気持ちはわかるが、こうしていても仕方ないぞ。そうですね、全て私のせいだから。私が自分の手で責任を取らないと。戦いに巻き込んだ私がお願いできることではないとわかっています。でも私が戦うためにはあなたにリンクしてもらう必要があるんです。あなたとリンクすれば私も力を引き出すことができる。お願いします、私に力を貸してください。そうだな、あいつをこのまま放っておいたら何をしでかすか分かったもんじゃない。何としても叩きのめすよ。さあ私とリンクしてください。もう一度だけ私に戦う力を。本当にこれでリンクしたのか。ああ、うまくいったはずさ。協力してくれてありがとうございます。今は少しの時間も惜しいです。急いであの人を追いましょう。待てよ、何を一人で行こうとしてるんだ。リンクしたくらいでお前一人で戦えると思っているのか。あいつを野放しにしたらどっちみち私たちだって危ないんだ。こうなったらやられる前にやってやるさ。ありがとう、17号さん、18号さん。あの人は世界中に点在する研究施設、そのいずれかを目指しているはずです。自分の弱点を潰すために。弱点？ええ、あの人に追いつけば全てわかるはずです。それじゃあまずは奴を追うとするか。
こいつがフリーザか。クローンみたいだけど。18号さん、そんなにイライラしてどうしたんですか？お前フリーザに何か恨みでもあるのか？ああ大ありだ。あいつは昔クリリンを殺したらしいからね。じゃああの人はクリリンさんの仇のクローンなんですね。仇ね、そう言われてもいまいち緊張感が出ないな。肝心の殺されたやつが生きているし。生きているからこの程度で済んでるんだよ。そうですよね。もし生き返っていなかったらと思うと、クローンだろうと本物だろうとやはり野放しにはしておけません。話が早いじゃないか。だったらさっさと戦う準備しな。クリリンさんの敵っていいのかな。どう言っていいのか分かりませんけど、とにかく私たちはあなたを許しません。一発殴った程度じゃ済まないよ。覚悟しな。Are you ready?
食らっときな。ダッシュ。よかった。あ？効果なしか。まさかここまでついてくるなんてね。しつこい人は嫌われるわよ。それが波動の発生装置なのね。波動を発生。じゃあクリリンが言っていたのは。ええ、全ては私が目覚める前に彼女がやったことです。あれを使って地球上のあらゆる戦士の気を、力と精神を封じてしまったのです。おそらく戦士の動きを止めた隙に全員捕食するために。なるほどね。なかなか回りくどいことをするじゃないか。ですがこの計画には大きなリスクもあった。それは私と彼女には気があること、自分も波動の影響を受けてしまうのです。
だったらなぜそんなものを起動したんだ。自分の力も封じられるってことじゃないか。もちろん彼女もある程度はその覚悟をしていたでしょう。ですがあの頃私の人格は眠っていて、表に出るほどの力はないと踏んでいた。ところが世界中で波動を発生させたことで自分への影響が予想を超えたのでしょう。その結果彼女が弱体化したことで私は目覚めました。そして驚く彼女の隙を突き抑え込むことに成功したのです。そこまで分かっていたのならさっさと自分で装置を探せばよかったのに。あんたのことだから波動の出力を上げて私を抑えることくらい考えたんでしょ。それはそんなに困らなくていいわよ。別に責める気はないもの。あんたが見つけられなかったおかげで私は今ここにいるわけだし。でもこれをそのままにするのはね、私にとってはもう邪魔だし。ダメ！うえ、まずこんなもの食べさせないでよね。あいつ飲み込みやがった。それが波動を発生しているんでしょう。そんなものを飲み込んだら。あら、心配してくれるの？ずいぶん優しいじゃない。けどあの装置はあくまでコントローラー、飲み込んだってどうってことないわ。まあこれで出力のコントロールもできなくなったわけだけど。そんなに私に勝ちたいなら捕食して力をつければいいじゃない。まああんたみたいな偽善者にできるとも思えないけど。あなたという人。さてと、せっかくあんたがここにいるんだし、ついでに始末しましょうか。みんな、じゃあ帰れ。消えるぞ。18号さん、無事ですか？遅いんだよ、バーカ。にしても、おめえらボロボロだな。孫悟空。悟空、俺がこいつを食い止めるから、カリン様のところで先祖を。お、ちょっと待ってろ。消えた。悟空はすぐ戻ってくる。それまでこいつを何とかしないと。うわっ、もう戻ってきた。カリン様がもう準備しててくれてさ。ほれ、みんなこれ食っとけ。よくも邪魔してくれたわね。おめえが21号の分裂した悪いやつの方か。どうしてそのこと。悪い、説明は後回しだ。どうやら事情は全て筒抜けみたいね。それに今のは瞬間移動ってやつかしら。さすがは孫悟空、侮るもんね。おめえもどうやらただもんじゃねえみてえだな。ええ、私お楽しみは最後まで取っておく主義なのよね。特に孫悟空、あんたはとびきりうまそうだから。おへえ、おめえほんと気持ち悪いやつだな。あんまし変なもん食ってっと腹壊すぞ。ご心配なく。瞬間移動ごちそうさま。それじゃあまたね。あいつオラが思ってたよりずっとやべえやつだったな。
まさか瞬間移動一回見て覚えちまったブーみてえなやつだ。はあ、よかった。それよりお前たちはどうしてここが分かった？21号が分裂したことも知っていたようだし。ああ、神様の神殿で教えてもらったんだ。ついでに今起こっていること、リンクのことも21号のことも全部。そうだったんですね、クリリン。悪かったね。ん？ああ、俺が18号さんを助けようとした時のことですか？そのことならいいんですって。俺と戦うことを嫌がっていたでしょ？それにいつもと違う戦い方だったし、手加減もしてくれていたし、何か事情があるんだろうなってすぐに分かったから。まったく、さすがだね、あんたは。デンデに話を聞いてきたなら大体のことは分かってるんだろう？ああ、さっきのやつは相手をいろんなお菓子に変えて食っちゃうんでしょ？まるで魔人ブーみたいな能力じゃないか。もしかすると21号の開発過程で同じようなやつの細胞が入ったのかもね。もしそうだとしたら、そのうちあいつの食欲は手がつけられなくなる。あいつが地球のみんなを食っちまう前にオラたちで倒しちまうしかなさそうだな。オラなんか変なこと言ったか？そうじゃなくて、まさか手伝ってくれるんですか？もちろん、オラたちも戦うためにここまで来たんだからな。でも安心しな、21号。こいつらはそう簡単に死ぬような奴らじゃないよ。あいつ、カメにも隙がなかったし、まだまだ力隠してる感じだったよな。そのうち叩けるかと思うとワクワクすんな。こいつは昔からこうだから、巻き込んだなんて思う必要ないよ。どうやらお前の心配は全く無意味だったみたいだな。皆さん、すみません、よろしくお願いします。あ、よろしくな、クリリン。それでこれからどうするつもりだい？とりあえずまずは他のみんなのところに行こう。なんだ、お前たちだけじゃなかったのか。もうベジータたちならブルマの飛行機の中にいるはずだ。あいつらもきっとおめえの力になってくれっぞ。ありがとうございます。さあ、じゃあ早速みんなのところに行こうぜ。